海風虫人、カブトムシ、おお、クワガタ、うわー、きたー。はい、皆さんこんにちは、ムショカです。今回新しい昆虫のカードゲームが出ました。なんと100円ショップのあのダイソーさんから虫人気。しかもそれが今回はカブトムシ、クワガタだけじゃなくて、なんとカマキリとかトンボとかバッタとかまで参戦してくるらしいの。11月上旬から発売されてるって聞いたから、もうムショカスマホで調べまくってんけど、基本的にダイソーの新商品って関西から始まるらしくて、ムショカの住んでる関東には全然入ってこなかったの。だから見て、俺の検索画面、虫神器の入荷状況を調べまくってた。そしてついにムショカ虫神器ゲットすることができました。虫神器スターターセットですね。カードゲームって基本的にこう20枚とか30枚のデッキを作って遊ぶじゃない。カブトムシデッキとカマキリデッキ2つ入って100円、やばくね。そしてこちらがパックですね。5枚入りのブースターパック、こちらも1パック100円でございます。ムショカはダイソーさんにお願いしてブースターパックを箱で2箱買わせていただきました。というわけで、まずはスターターデッキを開封していって、中のカードを見ていきながらゲームのルールとかも見ていきましょう。後半ではブースターパックをガンガン開封していって、ここに書いてあるめちゃくちゃレアなカードらしい偽花魔王カマキリが当たるかどうかやっていってみよう。てなわけで、まずはスターターから開けていきましょう。ビニトリ、ビニトリ。お、なんか書いてるぞ。20枚のカードを組み合わせて自分だけのオリジナルデッキを作ろう。別売りのブースターパックと組み合わせて目指せ最強の虫主。虫主って、インセクトキングとかあったやろ。50枚入ってて100円っしょ。え、ダイソーさん大丈夫なの？多分ブースターパックで稼ぐ気満々。てなわけで、オープンザガシャポンではないな。オープン、うん、オープン。開封、虫神器。匂っとこ。あー、いい匂い。開封虫神器。べえぞみんな。ここら辺ちょっと説明っぽいんで見ていきましょう。虫神器はデッキを使って遊ぶ対戦ゲームです。虫神器のカードは虫カード、強化カード、術カードの3種類。やばい、バカクソ楽しみ。ワンピースカードやめてこっちにしようかな。というわけで1枚目。銀ヤンマ。もうかっこいいね。俺なんかリアルな昆虫から離れてモンスターみたいになってるんかなと思ったけど、そんな感じじゃなさそう。まあ、こういう数字とかはちょっと後で見ていきましょう。見て、ちゃんとカードの下に説明書いてるわ。ヤンマか。7センチ前後。戦えるし勉強にもなる。こういう虫のおもちゃ待ってたんよ。カブトムシデッキということで。スーパーレア、カブトムシ。ここには技名が書いてますね。角突進とすくい上げ。カブトムシらしい技ですね。続いて、ナミアゲハ。吸い尽くす。弱そう。ナミアゲハ幼虫。これって進化とかあるのか？ムショカがね、昔やってたポケモンカードは進化させていかないと強いポケモンにできなかったんですけど、幼虫と成虫で別々っぽいですね。二重矢星テント。マジか。あんまり強そうじゃないけど、そういう昆虫も入れてくれてるんですね。いいね。秋アカネ。波テント。技は？噛みつぶす。アブラムシ相手にしか効かなさそうやな。ガナブン、体当たり。これはもう完全にこらったポッポポジションですね。あ、こっからは術カードやな。ニノムシの隠れ身の。この虫の体力を500増やす。ゴミムシの爆熱弾。お前誰やねん。虫の息吹。お前誰やねん。以上がカブトムシデッキですね。デッキ20枚やからかなりシンプルなカードゲームかもしれないですね。さあ、続いてオオカマキリデッキ行きましょう。こっちはね、なかなかちょっと虫が好きそうな感じかもしれないですね。トノサマバッター。こいつはおそらく強いカードなんでしょう。見ろよ、このカダブンと比べた時のパワーの違い。カダブン体力300しかないんやぞ。はい、トノサマバッター。あー、来ました。オオカマキリ。ほら、一応キャラクターっぽくは描かれてるけど、本物のオオカマキリから大きくは外れてないもんね。コーニヤンマ。ミンミンゼミ。七不思もどき。セアカコケグモ。そうか、別に今回昆虫カードとは言ってないか。あくまでも虫やねんな。なんかそのうちバリエーションなくなってカニとか入ってきそうやな。ヒグラシ。ワタアブラムシ。こっから術カードですね。ハリガネムシの道連れ。怖。ほんで誰やねんお前。カミキリムシの大和。だから誰やねんお前。虹の架け橋。もはや虫は関係ない。あかん。あかん。俺がレビューしたら文句ばっかりや。というわけで、こんな感じがスターターセットの中身だそうです。で、カードにはですね、緑と赤と青があるんですけれども、肉食の虫は赤、蜜を吸う虫は青、草食の虫は緑に分類されているということです。ですので、子供もカードの色を覚えるだけで、その昆虫が肉食か草食かっていうのを簡単に覚えることができますね。素晴らしい。そしてここの体力っていうのは、1ターンの間に1200のダメージをトノサマバッタが受けてしまうと、そのターンでトノサマバッタは破壊されてしまうそうです。ですので、例えば相手が1ターンのうちにカブトムシの角突
突進500と飛びかかる700をトノサマバッタに浴びせれば1200のダメージを受けてトノサマバッタを破壊することができるということです。しかしここに4と5っていう数字がありますけれども、これはこの虫をフィールドに出すためのコストと言われる数字だそうです。コストっていうのは餌場にある餌の数だそうです。だから餌が4匹溜まっていればカブトムシを出せる、餌が5匹溜まっていればギンヤンマを出せるという感じだそうなので、この強いカードを出すためには餌場にどんどんコストを積んでいかないと強いカードが出せないというような、そういうカードゲームだそうですね。そして相手のフィールドにいる昆虫を全て破壊してプレイヤーに攻撃することができればプレイヤーに攻撃した側が勝利になるそうです。なんか虫の YouTuber で集まってやりたいなこれ。さあというわけで、ここからは皆さんお待ちかねブースターパックを開封していくぞ。見てよ、偽花魔王がおるんやで。うわ、カードの種類すごいよ。レジェンドレアが5種類、スーパーレアが23種類、レアが26種類、ノーマルが52種類。ということは全部で106種類もあんの。偽花魔王カマキリ当てたい。一パック目、開封虫神器。うわぁ。いいね。半妙。赤盾派、こんなんもいるんだ。コガネグモ。いいね。クワカミキリ。あ、これレアカードなんだ。見て、なんか光ってる、なんか光ってる、なんか光ってる。偽花魔王、来い！うわぁ、なんじゃこれ。メキシカンレッドニーン。昆虫ハウスにいそうな雲出てきた。2パック目。開封虫神器。黒シデムシ。スマグロを横ばい。いや、いいよ。俺笑ってるけど、こういう昆虫をカードにしてくれるのがめっちゃ嬉しい。スー。日本ミツバシ。いいね。うわぁ。おー、このハムシ。スーパーレア。キラやけど弱そう。開封虫神器。花雲。モンキチョウ。オンブバッタ。いいね。うわぁ、来たー。いいじゃん。砂漠飛びバッタ。アフリカからアジアで大量発生して人々に被害を与えた砂漠飛びバッター。確かに昆虫バトルではなかなか強そうだね。4パック目。あっ、ゴライアスって書いてる。うん、きたー。ゴライアス大津の花むぐりが出ました。いいねー。これスーパーレアなんや。まだこれよりレアなレジェンドレアっていうのが5種類あるんですけども、これはまだまだ序の口ということか。5パック目、開封虫神器。さあ、レアカード何か。せーの、ホイ。何これ何や、や、や、ムカデの狂乱。まさかの術カードでレアが出ました。6パック目、開封虫神器。おー、やったー。俺好きなやつ。ヘビトンボー。スズメバチの毒針。これはヒロポンにあげよう。チャバネアオカメムシ。いいね。あ、ハチマルかぶりでございます。7パック目、開封虫神器。腹ひしとか作ってくれてる。虫神器、あんた最高だよ。落とし踏み。この角度から見たらおもろいな。おー、赤足だ。やったね。はい。おー、クワガタ出ました。この全パックにキラが入ってるのって嬉しいね。これはキッズのみんな喜ぶね。ポケモンカードなんてキラが入ってないパックとかも昔はあったんやで。10枚入りで300円やったからな。開封虫神器。ついはい、クワガタ続きました。ミヤマでございます。いいね。9パック目、開封虫神器。あ、マイマイかぶり。いい虫だ。マイマイかぶり。ヒアリ。シデムシの延べ送り。延べ送りっていう単語初めて見た。ほんでお前誰やねん。さあ、レアカード、ポイ！ちょっと待って、ちょっと待って、触ったあかん。触ったあかん、こんな。直接触ったあかん。触ったあかん。やったー！9パック目にて一番惜しかった。西穴魔王カマキリ当たりました！めっちゃかっこいいやん、これ。うわー、なんかあんまりモンスター化もされてないけど、このモンスター感エグいよね。他のキャラさ、どんだけ強くてもここの攻撃1000なんぼとかやねんけどさ、偽穴魔王2000あんねんけど。この技を使うとき、この虫以外の虫を一つ選び破壊する。自分勝手。偽穴魔王カマキリ当たりました！デスストーカー、サソリですね。大紫成虫出ました。うわ、三つつぼ割りできた、すごい。うわ、めっちゃかっこいいやん。白筋カミキ、コーカサスオオカブト、オスカシバッチャン、トビズムカデが出ました。というわけで以上がブースターパック20パックを開けていた内容になりました。さあ、ざっと見た感じ。ノーマルカードは29種類。レアカードは14種類。スーパーレアカードが12種類で、レジェンドレアが1枚。という感じでございました。で、こちらは被りカードでございますね。半分ちょっと少ないぐらいはもう被りカードかなという感じでございます。くそー。相手のメキシカンレッドニーが強すぎる。ここで引かなきゃやられる。俺のターン。ドロー。やっと来たか、相棒。場に偽花魔王カマキリを召喚。偽花魔王カマキリ、メキシカンレッドリー、トロ食いだ。終わりだ、スズメバチ仮面。うっ、やられた。虫よか、お前が死ぬの虫でした。
わけでダイソーから発売されている虫神器、めちゃくちゃ話題になっております。今すぐダイソーに見に行ってください。そしてブースターパックがもう一個あるので、これはサブチャンネルの方で開封していこうかなと思います。近日中に挑戦してみるので、皆様サブチャンネルの方も登録よろしくお願いします。虫神器研究して最強デッキを作っておきますので、俺に勝てるやつかかってこい。そしてダイソーさん、僕に案件をくれ。どんなに抱きしめても痛もたや